東海おすすめスポットレビューの時間です。今回はですね、30代から40代の方にめちゃくちゃおすすめな美容院を紹介しようと思います。これまで東海地方のファミリーにおすすめな遊べるスポットを中心に紹介してきたんですけど、今回は個人的にいつも行っているヌッテラという美容院を紹介しようと思います。美容院選びってホットペッパーとかホームページとか見ると思うんですけど、主にお店の写真とかスタイリストさんのなんとなくの雰囲気で選ぶじゃないですか。そもそも初めての美容院に行くのって勇気いるし、この年代になるとあんまり若すぎる雰囲気のお店や人がいると結構勇気いるんですよね。その点ヌッテラのスタイリストさんは20代から40代と幅広く、14人ほどいるスタッフさんの半分は3、40代の方なので、ファミリー層にはめちゃくちゃ入りやすいと思います。キッズスペースもあるので子供も連れて行きやすくて、その映像は動画の後半で紹介したいと思います。一旦担当の須戸さんにカットしてもらっているところをご覧ください。キツネでしたからね、出したとしても。キツネ？キツネ。ああ、顔ですか。はい、確かに完全に出すことは本当に初ってことですよね。初ですね。何回か挑戦して撮ったりはしたんですよね。うん、車の中って結構移動中時間持て余すから撮ってみたり、はい、それ編集してみたり。いきなり上げるってちょっと意味わからんなと思って。確かにこういうなんか顔が出ないとわからないようなことでってことですよね。そうですね。そんな近くでめっちゃ緊張するじゃないですか。これ美容師に見られたくない。なんかあの人仕事雑やなとか思われるじゃないですか。本当ですか。うん、まあ、美容師も見るでしょうね。そうですよ、美容師がなんか見ちゃうでしょうね。それが一番緊張します。YouTube にデビューするというか、こういう風に載ったことが顔が出るっていうのと、インスタでリールとかで顔が出るっていうのと何が違うのっていう話ですよね。そうです、そうです。インスタでは顔出してんじゃんっていうのが、なんで YouTube になると急にハードルが上がるのみたいな。でもなんかハードル上がる気がしますよね。そうですね。YouTube。インスタの方が頻度はいいと思うんですよ。うん、なるほど。なんか一通りやって思ったのが、うんうんうん、やっぱ YouTube はただのアカウントだけなんで、うん、インスタの方が結構ポジティブなことを発信する人が多いっていう。うんうんうん、確かに、それは思います。絵文字ついてると割と、ね、うち、ん、の多い感が出るじゃないですか。おじさん構文ってやつですか。そうです。あ、おじさん構文って言うんですか。なんかね、言うらしいですよ。絵文字使ったり、おじさんおばさん構文みたいな。はいはいはい、なんかそれ言われてから私使うの怖くなりましたもんね。あ、マルハラとかね。なんすかマルハラって。マルが怖いらしいです。あ、そういうこと。 LINE でマルをつける人、仕事上のあれだとしょうがないと思うんですけど、それ以外のやり取りでその句読点がダメってことですか。ダメじゃないけど、うん、怖く感じる。あのガチ感が、あ、怒られてるかもみたいな。そうそう、そんなんがあるらしいっすよ。宇戸さんなんて呼ばれてるんですか、店で。後輩とか男性陣からは須藤さん、名字で、はいはい、年上の女性陣からはちいちゃん、おちはるなんで、そっからですね、はい、うん、じゃあちょっと自己紹介です。え、自分のですか。なんて自己紹介したらいいですか。フルネームですか。須藤ちはると言います。はい、スタイリストの須藤です。よろしくお願いします。顔赤くなっちゃう、熱くて。やば、恥ずかしくなっちゃう。え、須藤生ってどのくらいいるんですか。あんまりないです。静岡じゃないですね。父親が兵庫県なんですけど、出身が、はい、まあ、でも兵庫でも多いわけではないです、はい、全国的に見てもかなり少なくて、はい、何世帯とか。え、めちゃくちゃ少ないと思いますよ。あのネットとかでたまにこう調べれるサイトとかあるじゃないですか、はいはい、なんか山田さんは全国に何名いますとか、はいはいはい、名字が多いランキング何位みたいな、うん、それで見ると須藤生は多分3桁いかないぐらいです。須藤生は多分3桁いかないぐらいです。誰かが子孫繁栄してるかもしれないです。もし漢字とかがパソコンとかで出てこなかったら、イケスって打ってもらうと巣が出てきます、はい、これは生きるに、須藤の巣って書いてイケスっていうもんで、須藤の巣って出てきたところの、はい、その生きるっていう字を消してもらえれば使えますみたいな。なんか得意なのはあります。得意なのはでもカラーは好きです。うん、まあ、もちろんどの技術もやっぱり得意って言ったの方が正解なんでしょうけど、はい、好きなのはカラーが一番好きですかね。ちょっと派手なカラーとかも今の時期だと、卒業生とかが高校卒業して派手なカラーしたいなとかっていう子も多いですし、そういう子のカラー担当させてもらったりとか、あ、まあ、ざっくり、うちざっくりですけどね、カラーの料金結構その人によって値段変わっちゃうんで、デザイン料とか。カットしてくれる人ってこと。
お客さん、うん、メンズでこういうメッシュをたくさん入れたいってなったら、はい、その分の料金になったりとか、はいはい、普通にワンメイクで全部ペタッと同じ色で染めるっていうのと、うん、ハイライトだとやっぱ値段変わってきちゃいますし、髪の毛が長いのか短いのか、はい、たまにそれで変わる、うん、で女性でスーパーロング胸よりも下かそれぐらいの長さだと材料費がやっぱりかかっちゃうんで、その分いただいてるっていう感覚ですかね、はいはい、ここ、うん、僕が刈り上げてるんですけど、ね、帽子かぶってる、ここの襟足がかわいい、かっこいいじゃん、髪の毛いいね、誰が切ったのえ、この下のお子さん、はい、ですよね、一番下です、そうですよね、あ、3人いたっけ、3人の一番下、3人か、え、上のお子さんたちここで髪切ったことありますか、ね、あります、1回、はい、一番下の子はまだ切ったことない、兄ちゃんたちはおしゃれだもんな、こだわり出てきてますよね、だいぶ、いやーそうなんじゃないですか、そう、前だってどっちの子だろう、なんか下かな、はい、髪の毛あんまり長くこうセンター分けにしたいみたいな感じとかじゃなかったです、はい、そうです、なんかそれが印象的です、すごい、その割に寝癖全開で言ってます頑張って病院でなんかご褒美くれたりするじゃないですか、シール、はいはい、あれのシールで出たチーカーを私にくれた、めっちゃ優しい、小学生からちいかわのシールをもらってました、はい、うん、はい、いや、カツアゲじゃないですよお前持ってこいよとか言ったわけじゃないですよ、うんうん、はい、ごめんなさいフライヤーの音がうるさかったね、もう静かにしたよ、どういうこと、聞こえないって言われ、ちょっと大きくしてもいいんじゃない、ネットが不安定なんじゃなくて、あ、そういうこと、動いてるね、うるさい、ね、聞こえないじゃない、うん、よく言われます、しょうがない、いや、子供たちはだって今日髪切りに来てるわけじゃないから見たいのは YouTube ですから、はい、とまあこんな風にいつも須藤さんとたわいもない話をしながらカットしてもらってるって感じですね。話しやすそうだなと感じた人は須藤さんを指名してみてはいかがでしょうか。あ、そうなんですね、あ、なるほど、いいっすね、ありがとうございます。ありがとうございます、ありがとうございます。こんな風にキッズスペースもあって気軽に子供を連れていくこともできます。キッズスペースのそばの席でやってもらえるんで、鏡越しに子供の様子を見ていられるんですよね。これ結構助かりますよね。さっき僕が切ってもらってた席も子供を座らせておくことができるので、そっち側の席でも大丈夫です。椅子は子供用に調整することもできるので、小さい子供でも対応することができます。カットしてもらってる時は子供はみんな大好きタブレットでおとなしく座ってもらえる工夫もされています。ヌッテラの場所は豊田市広地町という割と豊田市中心地にあります。名前の由来はイタリア製のパンに塗るチョコレートから来ています。ヌッテラは2024年5月に創業22周年を迎え、4月にはここから車で10分ぐらいのところに2店舗目をオープン予定となっています。オーナーさんが工事中の新店舗の様子を撮影してきてくれましたのでご覧ください。ここでお得情報なんですけど、この動画公開から1年間ヌッテラの紹介動画を見たと言ってくれた視聴者さん限定で、お一人様1回だけなんと500円オフになりますので、受付で行ってみてください。ちなみにヌッテラは美容師さんを絶賛募集中ということなので、気になった方はお店までお電話ください。詳細はご覧の通りです。
こんな風にお店のレビュー動画もいかがでしょうか。というところで、また次回の動画でお会いしましょう。さよなら。